じゃあ早速、コンプリートコントロール今この画面に立ち上がっています。アプリケーションのマークはこの青いコンプリートコントロールですね。まあ、その名の通りですね、コンプリートコントロール S シリーズで、操作ができる、コンプリートシリーズの音源の管理ソフトのようなものだと思っておいてください。何か音を出してみましょうか。立ち上げるとまず、鍵盤側のですね、この液晶にプレスブラウズと書かれてますんで、言われた通りにブラウズボタンを押します。まあ NY といえば、まあ、世界的にダンスミュージッククリエイターの中では、マストアイテムとなっているマッシブ、王道マッシブを読み込んでみましょう。マッシブをクリックするとですね、タイプというのが出てきます。マッシブの、プラグインの中からですね、どういった系統の音を今、出そうとしているのかっていうのを選んであげることができます。今はシンセリード、このプッシャブルエンコーダーノブでグリグリですね、選んでいただいて、決定するときは押し込むと。で、今シンセリードになりました。そしたらさらに下にまたサブカテゴリーが出てきます。クラシックポリとか、ダーティーリードとかいろいろ出てきますんで、今回はクラシックポリリードします。でさらにですね、また細かい、カテゴリーは、分けができるんですが、今は、もうこのままですね、こちらの今現状で絞られた結果のプリセット一覧の方に、飛びたいと思います。飛ぶときはこのボタンですね。でグリグリ探していくと、はい、じゃあフェスティバルプラックっていう音でも出してみましょう。押し込みます。するとはい、出ました。もうこの状態でちょっと見慣れないマッシブの、グイとなってますが、ご安心ください。ここにプラスボタンっていうのがありますので、これを押していただくことで、見慣れたマッシブの、画面になりますと。で、見ていただくとですね、お分かりいただけるかと思うんですけれども、今マッシブのプリセットを読み込んだ段階で、ウェーブ1マクロだとかウェーブ2、トリブルカットオフリリースノイズビブラートモーフと表示がされてます。これはもちろんですね、もうダイレクトにこのパラメーターをここの8つのノブで操作することができます。で、ここですね、このノブなんですけれども、タッチセンサーになってますので、今はカットオフっていう表示が出ているところも触ってあげると、パラメーターが一瞬出てきます。触るだけで反応します。確認ができます。コンプリートコントロール S シリーズについてるですね、アルペジエーター機能をついでなので、使ってみましょう。ここにアルペジエーター ARP ですね、これでオンになりました。なりますね、アルペジオで。アルペジオの、細かい設定をさらにしてあげましょう。アルペジエ ARP というこのアルペジオのボタンの上にエディットという、テキストが書かれています。NI 製品全体に言えることなんですけれども、ボタンに直接書かれている文字、を押すと、その機能が、機能するんですけれども、ボタンの上に書かれているテキストっていうのはシフトを押しながら、そのボタンを押したときに機能する、ものになっています。なので ARP の上のエディット、アルペジエーターをエディットしたい場合はシフトを押しながら ARP を押すと、するとこちらの表示が変わりましたと。はい、ちょっと、手を離したいので、これページ切り替えですね。パラメーターが多いものに関してはこの左右の矢印でページを切り替えて、全てのパラメーターにアクセスすることができます。2ページ目ホールドっていうものがありますので、こちらオンにしましょう。それとも離してもデータが鳴り続けてくれると。戻ってシーケンス、ちょっとニュアンスが変わってきましたね。系統、こういうこともできます。で、今は、アルペジエーターのパラメーターではありますが、もう一回シフトアルペジエーターでマッシブのパラメーターの状態に戻りましょう。こちらもですね、マッシブもパラメータ数が非常に多い、申請になりますので、こちらのページ切り替えです。全ての
コントロール部にはアクセスできます。今カットオフとリリースをいじります。これだけでかなりいい感じのプログレッシブハウスっぽい、リフが弾けてるような気がしますけれども、いかがでしょうか。はい、これが、アルペジエーター機能ですね。